また日差しが戻ってきた中山競馬場、枠入り完了スタートしました15番エメラルファイトが後方になっていますまずは2コーナーを目指してうちから1番スマイルカナ出ていきますが追って10番マイスタイルかわして先頭に立ちましたそして2番のボンセルビーソあとは13番トーラスゼミに2番手に上がっていって2コーナーを迎えますその後ろ12番名勝地タンがいって あとは7番ベステンダンク2コーナーから向こう上面です1馬身後方内3番ソーグリッタリングあとは8番湘南ライズ直後に14番アトミックフォース内は4番ルフトストロームここまで一段ですあとは4馬身差9番テルゼットその後ろ3馬身差5番のブラックムーンが行っています2馬身半後方に11番カテドラルあとは7馬身8馬身後方15番エメラルファイトもう1頭大きく遅れて6番レイエンダ最後方34コーナー中間です 結局先手を奪い切ったのは10番マイスタイル1番シンハンリード、2番手13番トーラス・ジェミニ、インコース3番手になった1番スマイル・カナ最初の 1000m57 秒ぐらいで行っています、あとは接近する12番、名称、ジタン3番手の外4コーナーへと向かってあとは押して押して2番、ボンセル・ビーソその外に接近する14番、アトミック・フォース大外からは9番、テルセット第4コーナーをカーブ直線に向いています。 前は10番、マイスタイル逃げるリードは2バシンです2番手横に広がって外から9番、テルゼット内からは2番、ボンセルビーソ粘っている13番、トーラス・セミニあとは11番、カテドラルが追い込んでくる坂を上がってきた今度は9番、テルゼット先頭か内は粘る2番、ボンセルビーソあとは11番、カテドラルが2番手に上がってきた先頭、9番、テルゼットミルコ・デムーロ合理、5人2着はわずかに11番、カテドラル内は2番、ボンセルビーソ3着タイムは1分32秒6 9番テルセット4連勝そして安城のミルコ・デムー6手この10勝で JRA 通算1100勝達成。